こういうのを知ってやっぱ野球見たらさ、俺が言うものじゃないかもしれないけど、北澤さんはまあ野球ファンじゃないですか、うん、どちらかというと。だからまあそういうところもやっぱり見てみたいっていう。見てみたい。そんなきついですか。きついっすよ。98年のワールドカップ試合見ました、日本の全部。いや最初見なかったでしょ、見てなくて、うん、もう見ない方がいいかなと思ったりとかしてて、うん、でベルディもキャンプやってたんだけど、それ来なくていいって言われたんだけど、はい、結局なんか気にするんだったらもうキャンプ行った方がいいなと思って、もう途中で帰国して、はい、もうキャンプ行って、はい、でその時にベルディの社長だった方が日テレであの高校サッカーを作ったりとか、はい、箱根駅伝を作ったりとかする方で、うん、ベルディの立ち上げの時にもう読売サッカークラブ立ち上げた正力さんと面倒見てもらった人なので、はい、その坂田さんがいろいろと話をしてくださって、はい、日本代表からメンバー外れたらなんか全てを失ったみたいなところがあったんだけど、君にはベルディがあるじゃないかとか言われて、なんかすごい社長からのそういう言葉がすごく嬉しくて、でそこからなんか他のチームの誘いもあったけど、ベルディ一筋で割っていくっていうふうに決めてやっていくっていう、ある意味救われたんで、で中学校からプロ志向を持たせてもらった場所なので、これは次の世代にこう引き継いでいくためにも、みんないなくなっちゃったんで、やっていく必要があるかなってやりましたけどね、うん、日本的な、ね、考えというか、そうそう、なかなか今そういうのじゃないじゃないですか。じゃないですね。まあ、どちらか、まあ、もうそれは、ね、人それぞれ考え方、まあ、時代でいいと思うんですけどね、はい、考え方があって、うん、まあ、一つのチームでずっと終えるっていうのも一つの美学であって、あのいいと思うし、そのいろんなところに行って、ね、うん、やるっていうのもこれはもう 今の時代当たり前のようなことなんで、これはまあいろいろね、人それぞれ選んでいくっていうことが、まあ、一番いいのかなと思いますけど、ね、野球もサッカーもどの競技も結局勝負の世界で生きていくならば、負けを受け入れれるとか、はい、外れることを受け入れられるとかっていうことがないと、はい、やんない方がいいかな。あ、うん、まあそうですね、やんない方がいいと思う、はいはい、うん、それにあんまり感情持ってかれて、はい、自分自身がダメになるんだったらやめた方がいいかなと思う、ね、はい、それを耐えられるんだったらやった方が幸せなことは得られるかなと思うんで、はいはい、そうですね、見てる方がいたらお子さんとかにはその覚悟を持たせた方がいいかなと思う。いや、本当そうです、だと思います、うん、はい、うん、何せよ楽じゃないですよ、すごい究極な感情の部分だと思うんで、はいはい、うん、ですよね、うん、はい、で僕ね、サッカーってあんまり見てなかったんですよ。見ないでしょ。ほぼ見てなかったです、ああ現役時代、ああで、まあ、例えばワールドカップとか、まあ、日本でも最後の試合とかはたまにテレビで見てたぐらいで、うん、現場に行って見たことなかったんですよ、うん、で、まあ、僕の感覚の中で、うん、テレビで見るサッカーは、うん、なんであそこあんなスペース空いてるのにあっちに思い蹴り出さないんだあっちから呼んでるのに、うん、なんで 今入れりゃすぐ通るのにみたいな、うん、そういう感覚で見るんですよ、見てたんですね。で、いざ現場に行ってサッカー見たら全くスペースが見えないんですよ。あ、目線がね、目線がそんな広く感じなかったんですよ。 あれがそんな感じなんですか。やっぱり上手い人がピッチャー入ると狭く感じますよ。下手な人がピッチに入ると広く感じるけど、はあ、多分それもポジション取りなんですよ、はいはいはい、立体的にやっぱ入れてるんで埋め合うとすごく狭くなる、狭く感じるんです、感じたんですよ、うんうん、僕ね、あのメッシとかの試合見に行ったんですよ。なんかいきなりトップレベルじゃないですか。日産スタジアムでトップレベルじゃないですか、はい、で、メッシって全然動かないじゃないですか。でもここっていうところでスススススってもう入っていくんですよ。そうそう、うん、だからあれはもう見えてるよね。すごいなと思って、やっぱあれ、うん、先がこう分かってるというか、はい、こう思ったらこうなるだろうなって、はい、上手い選手はね、やっぱ一緒にやっててもボール動かさないと、動かしたら人が動くじゃないですか、はい、そうすると大体状況が変わるじゃないですか、はい、これやっちゃうともうバレちゃうわけじゃないですか。上手い人はそれやらなくてもこう思ったらこうなるだろうなっていうのを分かった上でプレーするんですよ。だから相手も読めないっていうことが出てくるんだけど、やっぱラモスとかそんな感じですもん。やっぱ動かさなくても中村俊輔とかも見えてるから、やっぱこう すごいいいボールが入ったりとか、誰もあそこチャンスだと思わないところにボールが入ってチャンスになるとかっていう、やっぱその辺のこうレベルの違いみたいなのは出ますよ。まあ、まあ野球でもあるでしょ。ありますあります、うん、もちろん僕もそうなんですけど、だんだん年取っていってそういう感覚が出てくることってものすごいあって、うん、はい、サッカーはそんなことじゃないんですか。サッカーもともとその、まあ、野球もある程度生まれ持ったものってあると思うんですけど、サッカーもやっぱりその生まれ持った感覚ってやっぱあるんですかね。あると思う。ありますよね、うん、まあ、それを持っていながら、まあ、いい形で吸収できて
こう伸びが早いっていう人はやっぱりまあどんどん行っちゃうし、まあ、僕あの現役の時にやっぱり他の競技をあんまりライブで見に行くっていうことはやっぱりできてなかったんで、まあ、てか野球専門家みたいな感じで、ね、そうですね、はい、だからユニフォーム脱いでからちょこちょこその違う、その競技をライブで見に行くようにしてるんですよ、うん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 、そしたらなんか今までと違った見え方がやっぱりするんで、だサッカーもやっぱりいざ現場に行ってみると面白かったです。あ、まあ、レベルのメッシとかのあのいうチームとか見たら一瞬のこうスイッチの入れ方とかはすごいかな。日本どっちかってガーって全体が動いてるけど、はいはいはい、ちょっと抜いときながら急激にこう動きが変わるから分かりやすいかもしれない、はい、うん、日本もああいう選手出てこないんですかね。今難しいかなああいう超スーパースターみたいなのが動かなくてもやれるっていうのが、はい、なかなか今の現代サッカー的には難しいかもしれないですね。そうですか、うん、難しいかもしれない。日本のサッカー、まあ、僕はまあちょっと素人目で言わせていただくと、うん、どちらかというと組織的な感じが多いじゃないですか、うんうん、あれをもうちょっとこう野生的な、昔ね、もう北澤さんもどちらかというと僕野生的な感じだと思ったの、うん、見てたんですけど、あと年代でいうと岡野さんとかね、うんうんうん、見た目じゃないですか選んでる人見た目じゃいやいや動き動きがね、動きも、ああ、ボールとか、ああ、そのね、ボールがない時の動きであったり、動物的な感覚っていう、ああ、話を聞いてないタイプかもしれないですね監督の話を聞いてないタイプかもしれないですね。ああ、そういうのって生かされないんですか。生かされる、日本って。あ、けど今なんか森保監督なんかはどっちかっていうと個性がないと選ばないですよ。あ、そうなんですか。個性がないと選ばない。あ、まあ、その個の大きさをやっぱ小さいの選んで、はい、組織優先で動いてる選手とか選んだとしても大きくならないから、はい、もう個が大きくて組織もちゃんと理解できる人間じゃない限りは選ばないですよね。例えば久保、はい、ドリブル、左足、シュート、はい、いいよね、はい、みたいな、はい、三笘はドリブルで抜けるよね、はい、とかそういうなんかこうキーワードが出てこない選手は選ばないですよ。チームのためにやれるよねなんて選手はもうダメですね。そうですね、ダメですね。もう個性優先、その通りですよ、はい、意外となんか見た目が今みんな真面目な目に見れるからですよね、うん、なんかね、野生感はないからそれだけだと思いますよ今そんなね、感情を表にこう表すような選手はそんな少ないから。いやでも、まあ、や僕ね、野球界もどちらかというとそういうなんか感じに、うん、を受けてたんですよ、うん、でも今回ね、やっぱり WBC を見て、うんうん、もう一球一球、あの大谷翔平がすごいよね、一球一球叫んで一スイングずつ集中して一本のヒットに全員が感情を出してっていう、もうこれなんじゃないのっていうところをやっぱりまた久々に感じたんですよ。球団同士だと応援スタイルがあるから、はい、ちょっとやっぱりこうちゃんとが入ってて静まり返らないじゃないですか。代表戦だと歌とかそんなないから、はい、みんながなんか見入ってるじゃないですかすごい静かの中で、はい、うっみたいな感じだから、はい、ものすごいあれがリアルに伝わる雰囲気があって、 ありましたよね、あれはまたなんか野球の本当根底にあるところが見れたかなって思って、はい、静まり返り方やっぱ異常でしたもんね。そうですね。一球一球、まあ、あの去年 の、 あのワールドカップもあの堂安、はい、うん、がまあシュート入れて、うん、なんかバーッと走っていくときにバーッとこうやってやって、ね、はい、あれ弾け飛ばされてね、言っちゃうもんね、お前じゃねえみたいなねそうお前じゃねえみたいな、やっぱこの感情だよねっていうのはやっぱ感じたんですよ ね。だからやっぱり大会が大きくなればなるほどやっぱり人間ってそういう、ね、スポーツ選手って感情出すなっていうのをまた改めて感じたんで、すごい本当に。だからこれを、まあね、僕も北澤さんもそうですけど、リーグ戦であの感情ってなかなか難しいじゃないですか、ね、うん、でもファンはあれを求めちゃうんですよ、どうしても、うんうん、そこのちょっとこうギャップというか、そこがだん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 ちょっとこうサッカーもそうだし、うん、野球もシーズンに入ると、まあ、多少こうちょっと落ちちゃうのかなっていう、うん、けどああいうのを見て、にわかの方たちが日常的にこう野球のベーシックにあるものをちゃんと見た上でまた WBC 見たらまた違う感情が得られるから、そういううちにすればいいよね。サッカーもそうなんですよ。なんかあれだけを期待されるとそんなことありえなくて、そうなんですよ。だけどいきなり見て喜んじゃったわけじゃないですか。
だけどちゃんとシーズン通してみたらより楽しめると思いますよ。ああそこがね、はい、それはもうちょっと皆さん次のフェーズに行ってもらいたいなと思いますけどね。そういうふうにみんな皆さんにはね、球場行ったら、はい、いろんなもの見れるじゃないですか。表裏入れ替わるときに選手たちがどうしてるのかとか、はいはい、なんかテレビだけでは見れないものが見れたりとかしてるから、はい、ああいうのを見に行った上で、はい、頂点にある試合見に行ったら違うかなって思いますよ。サッカーなんかウォーミングアップとかちょっと試合前の見てもらいたいと思うし、はい、選手それぞれがそのピッチを確かめるようなことをやってたりとか、なんか自分の筋肉に話しかけてるやつがいたりとか、いろいろいるわけ。いるでしょうね。いるの、はい、そのだからルーティーンみたいなのあったりとかするんですか、はいはい、ああいうの見るとすごいなんか面白かったりとか見れるんで、あ、うん、そこまでちょっと深く見ていただくとね、いやより楽しめると思う。さらにね、応援したくなると思う、うん、なっていくと思うんですよね、うんうん、だから今のいいですね、まあ、野球もそうですし、サッカーもそうですし、普段見れないところを探しに行って見ていただもらって、うん、でこう徐々に盛り上げてもらうっていうかね、より楽しんでもらう、楽しんでもらうっていう、あ、これいいですね。野球だってなんかわけわかんないルーティンあるでしょ、みんな。そのルーティンは多分ね、野球選手ほぼ外でやんないんですよ。あ、やんないか、中か。やんないんですよ、大体中なんですよ。中か。トレーニングルームでなんかいつものルーティンをやって出てきて、あとはまあ普通にウォーミングアップもう一回やって、でキャッチボールやって、バッティングやって、守備練習やってって、もう、うわ、そのルーティン見たいわそこちょっとなんか出せる人は出してもらいたいですね。1日のスケジュールでいうと野球は、うん、ナイターだと、まあ、大体2時から全体練習が始まるんですね、うん、ウォーミングアップが。で早い人っていうのは大体ね12時ぐらいには球場入るんですよ。さらに午前中にトレーニングやりたいっていう人は10時半ぐらいに入っていくんですよ、11時とかで。3、40分1時間ぐらいかけてトレーニングする人はいて、であとはまあ基本的には12時から12時半ぐらいに入ってきてストレッチやる人がいれば、治療とマッサージとかやる人がいて、まあ、ほぼみんな練習前シャワー浴びるんですよ、球場に来て。なんで球場で一応なんかそのユニフォームを着る前、清め的な、なんかユニフォームを着る前に一応清めとこうかみたいな。すごっ。そのあたりが終わったらユニフォームに着替えて2時にグラウンド出て、ウォーミングアップ30分ぐらいやって、自分のバッティングの時間に合うように上がってくる、まあ、守備が最初、先の人もいるし、バッティングが先の人もいるんで、それはまあローテーションして、で大体2時間4時ぐらいまでなんで、ホームの練習が、でナイターの試合に迎えるという。そうです。で4時にご飯の問題もあるし、ね、4時に終わって、ですぐご飯食べるんですよ、うん、軽食ですね、うん、4時半からミーティングがあるんですよ、うん、で4時50分ぐらいまでやって、でシートノックが始まるんでセカンドアップって、5時ぐらいからセカンドアップ、またそっから。そうです、まあまあ本当軽くですよ、軽くストレッチしてちょっと走って、で5時10分15分ぐらいからシートノックやって終わって、まあ、あとはゲームに備える。ゲームが終わってストレッチやる選手、終わってから、うん、で治療する選手に分かれて、遅い人で、まあ、9時に試合が終わったとしたら、まあ、10時過ぎぐらいまでいますね。だから10時間ぐらい球場にいますね、長い人で。時間の投資が違うね、はい、これ毎日ですから、ナイターの時は毎日やってるから、トレーニングを そこに入れていかない限り継続はできないんだろうね。ないできないんですよ、はいね、トレーニング期っていうのがないからね、はい、全然違うわ、はい、だからそれってある意味継続性がないと。そうですね、根気がある人じゃないとなかなか、ものすごい長い時間の繰り返しですよね。そうです。これがもう嫌になっちゃうとダメだね。はい、まあ、僕は嫌にならなかったですね。いや、嫌にならないんですよね。俺なんかまあ違うルーティンだけど、はい、結局同じ繰り返しじゃないですか、はい、いや、そうです。けどやっぱり持たないのはそのルーティンが嫌になっちゃってやめちゃうんですよね、みんなね。あ、長くやれなくなるというか、はいはい、うん、まだね56歳でやってる選手もいますからね。すごいバケモンみたいな、飽きないんでしょうね、その繰り返しが。何なんですかね、変態っしょそんな何十年も繰り返します。できないっすよ。できないっしょ、はい、今僕でも27年やって、ね、みんなから、ね、おかしいみたいな感じで言われてますけど、うんうん、そんなもんじゃないですからね。そんなもんじゃないからねしかも行けば行くほどいろんなもう細かいルーティーンがさらに出てくるから、もうね、本当ね、みんなこの裏側のルーティーン作業をね知ってもらいたい。この時間の投資はすごい、すごいですね、野球すごいね、やばいね、やっぱり、はい、こういうのを知って、やっぱ野球見たらさ、俺が言うものじゃないかもしれないけど、いやいやいや、
ね、まあでも北澤さんは野球ファンじゃないですか、どちらかというと。だからまあそういうところもやっぱり見てみたいっていう。見てみたい。頑張りますか、じゃあ。見てみたい。でもね、やっぱりなかなかそういうのを出してくんないんですよ、まあ、球団があれなんだよね。けど見たいな、野球選手の時間割みたいなね。もう YouTube チャンネルであれですよ、隠しカメラつけてやってるんですよ。生きるか死ぬかで、ね、めちゃめちゃ見たいわ。誰からも聞いたことないもん、この裏側 その時間の使い方とか。本当ですか。これだけ宮崎キャンプでサッカーのキャンプもやってたけど、はい、隣で野球、ジャイアンツがやってたんで見に行きましたもん。いや僕は逆にサッカーの裏側あんまり知らないんで。今 J リーグだと週に2試合じゃないですか。週に2試合になっちゃうとほとんど練習の時間取れないですもんね。どっちかというとやっぱりこうリカバリーしないと筋肉壊れちゃうんで。そんなきついですか。きついっすよ。もう時間のあれだろうね、もう、はい、さらに今はそのインテンシティと言われる強度が高いから、はい、動きの量とか、はい、力の使い方がかなりこうグッとなってるんで、はい、壊れやすいですね。でワールドカップでスケジュールがこう短縮されてるので、はい、週2日の試合だとだからベンチメンバーのが結構大変かな。どうやって試合の体力が取れないんで上げていくかっていうところを、はい、そうですよね、あれ、まあ、野球も一緒なんですよ、うん、結局試合の体力って試合に出てないとつかないじゃないですか、うん、 ね、だからそこは差がどんどんできちゃうんで。そうですよね、うん、サッカーもやっぱりそうですよね。そう、あ、やっぱそこはベンチにいる人、野球もそうです、うん、大変です、うん、はい、そこのレベルが開いちゃうとチーム力落ちちゃうんで、はいはいはい、で今だけどすごいデータを取るんで、はい、すごいですね、GPS つけて。野球もそうです、いろんなデータが、すごいデータがあるんです。トレーニングも例えば 50m 走ってることが多いければ50メーターのこう走力をつけられるもの、はい、20メーターだけだったら20メーターの人みたいなところでこうトレーニング内容も結構変わってくるんで、はい、だからよりこうなんだろうな、適正に合ったフィットネスを身につけられるトレーニングになってるんで。それってまあ野球も結局そういうのはものすごいあって、うん、データのいいところは僕ものすごいいいと思うんですよ。でもマイナスなところもね、うん、絶対僕はあると僕は個人的には思ってるんですね。そのデータだけのそのトレーニング方法っていうのは、あの自己分析を自分が分かった上でやってるかどうかの差は出るかなっていう。ただデータが見てこう客観的に見てることは大事かもしれないけど、はい、自分なりにアレンジできる力はなくなってきてるかなっていうのは。あ、そんなもんなしで自分なりのこうトレーニングを考えて自分でやってきたわけじゃないですか、はい、だから適応能力は高かったかなっていう、うん、それから外れた時に適応できないことにもなっちゃうなっていうのがあるけど、が今ですよね。今、はい、うん、まあ、スポーツ界は大体そうなってきますよ ね、うん、データはデータでいいところはもう、うん、もうすごいこれはまあ活用するべきだし、うんうん、でもそれ以外なところも僕はよく言うんですけど、昔ながらの練習っていういいところ絶対あると思うんですよ、うんうんうん、でやってみないとわからないところもあるじゃないですか、うんうんうん、あ、これはもう省けばいいなっていう、うん、今その省くことをしないじゃないですか、あんまり必要なことだけしか取り入れないんで、うん、視野がもっと広がるのに広がりにくいんじゃないかなっていうところもがね、僕は今ちょっとなくなってるのかなっていうのがあるんで、うん、今のいいもので僕は昔は昔でいいものっていうものはまあこう、うん、組み合わせてやっていけばさらに良くなるんじゃないかな、うんうん、だから指導者が若返ってきてて、はい、もうすごい経験したおじいちゃんをミックスした方がいいかなみたいな。あ、僕もそう、うん、やっぱ昔ながらのを知ってて、はいはい、ちょっとこう客観的になれる年齢になった人と若手をこう組み合わすとちょうどいいかなと、はい、いう感じがしますけどね、はい、うん、まあ、でも本当今日はね、楽しい話から深い話からいろいろありがとうございました。今度ぜひプライベートでゴルフ行きますか、はい、めちゃめちゃうまいですもんね。だっていつもあれじゃないですか、必ずなんかのそういったコンペに行くと和田谷繁は必ずいるもんね、はいはい、なんかいつもの表彰台に立ってんなそうですね、はい、だもんな。いや本当にね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。Don't you know what we thought from the bottom? You know where we going? You know what we from the bottom?